んばんは、元男の子の青木かのんです。いや、めっちゃ嬉しいな。発売日当日に iPhone 11 Pro 届きました。よし。で、今日はですね、 iPhone 11 Pro の開封レビューをしつつ、あの前作の iPhone 11、待って、ちょっと待って、私言い間違えてない、12 Pro だ。あれ、なんか緊張してんのかな、ちょっとおかしいな。なんで簡単な開封レビューと、今回買った iPhone 12 Pro と11 Pro の比較などをやっていきます。では早速開けていきましょう。あれ、これなんか開けにくいな。これどうやって開けんだろう。あれ、なんかおかしいな。うわ、楽しみだな。今回 5G に初の対応みたいな感じらしいですけども、でも 5G ってさ、まだそこまで使えるエリア少ないから、まああんまり気にしなくてもいいのかなと思ってるんですけど、でもやっぱり何よりそのデザインがめちゃめちゃ変わったっていうのが大きいですよね。見てください、今回デザインが四角のデザインになってんの。11 Pro と全然違くないですか。これはめちゃめちゃかっこいいですよね。プン、あれ、じゃあ開けますよ。あ、坂本さんまだ、あ、お、きたー。うわ、かっこいい。え、てか箱薄っ。今までの半分ぐらいしかない薄さ。今回私が購入したのは、Apple Store で SIM フリー版の国内モデル512ギガのゴールドです。なんかまた来月あれですよね、12ミニが発売されますね。あとマックスか。なんか売れ線のやつをさ、後に回してくるアップル、いや上手だなと思いますけど、商売上手だな。あ、おお、これどうしようかな。やばい。はい、これが箱ですね。こんな感じになってます。どうでしょう。文字が金色になってて、リンゴマークも金色、かっこいい。で、後ろ、あ、後ろはシリアルナンバー映ってるから、こんな感じですね。はい、じゃあ開けていきます。やっぱこういう開封するときすごい楽しいですよね。いきます。オープン、ブブンブブンブンブン。にやけが止まんない。すごい。え、ちょっと待って、やばい。 これやば、なにこれ。角っこが平らになるだけでこんなに高級感増すの、かっこいい。え、平らですよ皆さん、平ら。あ、でカメラあれか、ライダースキャナーついてる。空間認識をなんかするセンサーみたい。え、やばすぎないこれ。ちょっと今回の iPhone やばすぎるぞ。毎回私こういう開封動画で、いや今回はやばいって言ってるけど、本当にやばい。いや、見とれちゃうな。ちょっと待って、これ、あの、一回儀式させてください。私、今回、Apple Store でケース買ってるんですけど、これは後でとしておいて、やばい、声が震える。やばいな、Apple 信者だな、私も。困るぜ。じゃ、これ貼っていきます。あれなんですよ、私、ソフトバンクショップ店員だったんで、もともと。保護フィルム貼りの、ラスボスなんですよ。なので、行ってきます。ホグフィルムってあれですよね、やっぱりそのホコリ入った時もアフターケアしやすいじゃないですか。こうなんかテープとかでこうめくってホコリを救出作業みたいな。でもさ、ホグガラスってもう効かないんですよ、アフターケアが。なかなかうまくいく場合もあるけど、だから私お客さんの iPhone にホグガラスやった時にホコリめっちゃ入ったんですよ。やばかったな、あの時。では早速めくっていこう。ちょっと、あ、喋ったらツバが飛んじゃう。やばい、ソーシャルディスタンス、密です。これうまくいったんじゃない。え、待って、なんか3個ぐらい入ってるけど、まあ、ラスボスには変わりないんで、まあ、ホコリはあのなかったことにしましょう。これ四隅のバランスとかもいい感じでしょ。あの、本当はね、11 Pro シリーズと比べたいんですけども、私売っちゃったんですよ。バカでしょ？比較できないじゃん。これを買うために売っちゃったの。どうしよう。ちょっとみんな、これ本当さ、やばすぎない？楽
グジュアリー感半端ない。正面から見た時の。ダメだ。先に外観チェック。まずサイドになります。ボリュームボタン、消音スイッチ。そして上部。こんな感じです。で反対側。電源ボタンですね。あとSIMトレイ。下部がマイクとスピーカーとライトニング。そして背面は三眼カメラにフラッシュとライダースキャナー。あとは真ん中に iPhone のロゴ。で、背面の材質は iPhone 11 Pro とちょっと変わっていますね。色味は変わってないんですけども、サラサラ具合がこっちの方がちょっと滑り止め効いてるっていう感じです。個人的にこっちの方が好きです。そして価格なんですけども、11 Pro シリーズより安くなってるんですよ、全体的に。っていうのも、11 Pro の時一番最低価格のモデルが 64GB で 106,800円でしょ。でも、12 Pro は 128GB が一番の買いモデルで 106,800円。同じですね。むしろ12 Pro の方がお得。で、256GB は 117,800円で、11 Pro より安い。512GB は 139,800円で、こっちも11 Pro より安い。少し5000円ぐらい下がってるって感じですね。これ見る限りだと。そして、今回、この12 Pro シリーズは、11 Pro よりもディスプレイの性能も上がってます。まずサイズなんですけども、前作が 5.8 インチからの今回が 6.1 インチか。上がってますね。で、2532×1170 なんで、やっぱり上がってるんだな。で、びっくりなのが、これ本体サイズ、あんまり前作と変わってないんですよね。でも、ディスプレイサイズはこっちの大きいっていう。だからこの額縁がよりスマートになったってことなんですよね。まずですね、大きさが、高さが 146.7mm、幅が 71.5mm、そして、厚みが 7.4mm、重さが 187g っていうことなんですよね。スペックで見る限りだと、ちょびっとだけ横幅は広がったって感じですね。ほんと 1mm、0.1mm か。すごいな。で、高さがたったの 2mm ぐらいしか変わんない。でも重さがこっちの方が 1g 軽い。ほんと、サイズ感あんまり変わんないのに、ディスプレイサイズ上がってるっていうことです。そして画面の耐久性もなんか上がってるらしいんですよ。セラミックシールド、落下の耐久性能が4倍向上だって。すごー。背面がテクスチャードマットガラス、医療に使われるレベルのステンレスシール。あ、そうなんだ。すごい現場で使われるような部品が使われてるっていうことですね。で、今このスペック表を見る限りだと、カメラとか充電方式とか、そういったところはかなりの変化はあると思うんですけども、性能面に関してはちょっと底上げされたっていう感じですね。A13 バイオニックチップだったのが A14 バイオニックチップになったっていう感じで、体感的な差はそこまで感じないかと思います。多分。じゃあまず電源つけていきましょうか。あ、ついた。わあ。あ、ついた。おすごい。今パスワード入力してるんですけど、すごい。これね、持ちやすい。やっぱ角が角張ってるから、手に突き刺さる感じじゃないけども、ちゃんとフィットしますね。落としにくいかも、こっちの方が。わかった。やっぱそうだ。すごい。この額縁が細くなってる。額縁細いっすよね。しかもこの額縁のところがキラキラ光ってるのも、やっぱりこれ平らになってるから、なんかすごい高級感が。じゃあ、行きます。すっ、おー、きったー。すげえすげえすげえ。こんな感じです。すげえって言ってもな、あんまり変わらないな。すごい興奮してるけども、変わらないです。iPhone 11 Pro と、そこまで。ではですね、今から何が結局変わったのっていうことなんですけども、今こう触った感じだとまだ短い時間ですが、11 Pro シリーズとそこまで変わらないかなっていうのが正直な感想で、ただ、カメラに関しては結構変わってますね。夜間の撮影でのその動画でも、強くなってるっていう点。以前だとやっぱり夜に動画撮るってなっても、ちょっとザラついたりとか、画質がボケボケになったりとか、そういうのあったんですけども、強そうですね。ナイトポートレートモードが、あ、ナイトモードポートレートっていうのがあるんですね。あとは、そのライダースキャナーっていうこの4つ目のなんかレンズっぽいのが、ピントを早く合わせるっていうのにすごい使えるらしいんですよね。暗いところだとピントを合わせるときになんかちょっと遅いんですよ、ピント側まで。あー、全然合ってくれないじゃんっていうことが、これがついたことによってかなり改善されたということです。後ほどそれも全部確認していきます。カメラは1200万画素。お、すごい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 。あ、そうなんだ。この普通の背面の
メインカメラは F1.6 なんで、前作の F1.8 よりいいレンズ使ってますね。より綺麗に撮れるってこと。で、それ以外だと基本的には変わりません。で、私はどっちかっていうと、その背面のカメラよりもインカメの方が使うんですよ。やっぱり YouTube でこう自撮りするから。で、気になる性能が、インカメラは基本的に変わらないです。変わんないのか。そっか。ただインカメでもナイトモードが使えるですね。あ、これもいいな。むしろそれが改善されたのが一番でかいかもしれないです、私にとっては。でもそれって写真なのか、ちょっとそれもチェックしていきます後で。で、一番変わったのかなって思うのが、やっぱりこの背面のここにペタッと磁石をくっつけて充電ができるっていうやつ、マグセーフって言うんですけど、私ちょっと手に入んなくて、多分ですけども、あれですよね、アップルウォッチってこのこんな感じにペタってやると充電できるんですよ。多分これに近いっていうことですよね。それがこの iPhone で言うと、ここにペタンとペタンっていう感じで充電できると。今まですごい困ってたのが、置くだけ充電ってその前の前の前のモデルあたりから対応してたから、もうずっと私も使ってるんですけども、置くだけ充電の置く場所を間違えただけで、朝起きた時ちゃんと充電されてなかったりとか、なんかそういうことがあったんですけども、ちゃんとマグネットでペタってできるから、それもかなりいいっていうのと、その置くだけ充電ってこう底辺に置いて充電しなきゃいけないじゃないですか。だから寝っ転がりながら置くだけ充電したってなった時に、こういう感じでやんなきゃいけないのがマグネットちゃんとくっついてくれてるから、自由に持ちながら充電できちゃうってことですよね。これいいですね。あんまり私はここのライトニングで充電したくないんですよ。っていうのもやっぱりこうケーブル抜き差ししてるのがなんか劣化につながるんじゃないのかなって思っちゃってるんで、もちろん急速充電は絶対的にこっちから充電した方が早いと思うんですけども、個人的にはこっちでペタってやる方を選びたいですね。マグセーフってどんぐらい速いんですかね、充電速度。最大 15W。 お、そうなんだ。普通に充電する時よりはさすがに遅いけども、こうやって今までみたいにワイヤレス充電する時がだいたい 7.5W なのが、マグセーフだと 15W。 これめっちゃいい。これだよ、これ。これが一枚私は恩恵を受ける。だから今回私がこの新機能だから買うっていうのが、カメラで夜の撮影に強くなったのと、マグセーフ充電、あとデザインぐらいですかね。それ以外は本当に使い方は変わらないと思うんで、ケースつけずに使いたいけど。音質の方どうなんですかね。音質をちょっと比較していきましょうか。でも比較対象が iPhone SE。 あ、ほんと売らなければよかった。なんで売っちゃったんだろう。絶対バカだよな。あ、でも iPhone SE もめちゃめちゃいいですからね。比べてみます。では今から音質テストをしていきます。こっちが12 Pro で、こっちが SE2 です。音量は MAX から -2 にしてあります。では行きましょう。ではまず SE2 から。次は12 Pro。 なんか SE2 の方はちょっとだけ高い音が出た時に、音あれまでいかないけども、シャリシャリ音が聞こえちゃってた気がしました。で、こっちはちゃんとその高い音にも耐えて空気感で音が広がってるっていう感じで、 MAX の音量にしても安心感がある音っていう感じです。難しい。はい、ではですね、カメラの比較をしていくんですけど、まずはインカメから、この後背面カメラの比較もやっていきます。比較対象はこっちが SE2 で、こっちが12 Pro っていう感じなんですけども、なんか12 Pro の方が不健康に見えるのは私の目が不具合なんでしょうか。てか、むしろ鏡で見た状態で近いのは SE2 で、こっちの方が暗いんですよね。あの、同じ露出バランスにしてんですけども、これなんだろう、おかしいぞ。ちょっと近づいてみましょうか。どっちも加工してないんで、こう顔の前に手やっても変わんないですよね、質感。どうですか、皆さんどっちが好みですか。どっちも設定は初期状態でやってるんですけども、12 Pro の方が少しというか結構暗いんですよね。なんだろう、え、
うん、そうですよね。ただここの電気ありますよね。電気はこっちの方が忠実に再現できてるんですよ。こっちはちょっと白つぶれしてるから、そう考えるとプロの人とか、まあそういった人の目線で見たらこっちが正解なんですかね、12プロの方が。ただなんか鏡で見た時よりも12プロは不健康に見える。光の当て方とかも全く同じ位置でやってるんで、多分違いはないと思うんですよね。これ私の目がバグってんのか、どっちのインカメが優れているのか、皆様のご感想お待ちしております。ではですね、次は背面カメラを比較していきます。どうぞ。はい、どうでしょうか。夜の外に歩いているんですけども、やっぱすごいな。12の方すごい暗いのにちゃんとはっきりと映ってる。わ、これすごいな。 SE2 のこの今の標準レンズは11 Pro シリーズと同じなので、これすごい。深夜の街なんですけども、手ぶれが友達に誘われて武蔵小杉のタン塩を食べに来たんですよ。その帰りです。うわ、すごい。今両機種とも明るさ補正とか何もいじってないんですけども、こんな感じですね。かなり明確に差が出ます。今私11 Pro 手元にないんですけども、背面カメラ基本的に SE2 とあまり変わらないんですよ。なので、まあ、疑似11 Proっていう体で SE2 とこの12 Pro を比較したら、圧倒的に夜間の撮影は強いです。っていうのも、その光のその表現具合がなんかスマホの域を超えてるみたいな。で、あとピントも背面カメラに関してやっぱりライダースキャナーっていうのがあるので全然ブレない。もう本当に安定したピントをガッと掴んでくれるんですよ。距離感もすぐわかるから。カメラはめちゃめちゃ優秀っていうか、本当こういうでかいカメラの代わりになっちゃうんじゃないのっていう。まあ、その映画っぽいようなその背景がすごいボケボケになってなんかドラマチックみたいな、そういうのは撮れないけども、でも引いた感じの映像全体を風景としてこう撮影する時の絵作りはめちゃめちゃいいなって思いました。これはかなりいいと思います。全然違う。インカメ、インカメはさっき SE2 のがいいって言ったんですけども、暗いとこだと全然12の方が明るい。これ無理やりなんか開けてんのかな、加工とかで。じゃないですよね。全然明るさの雰囲気が違う。どうでしょうか、インカメラのテスト中です。結構悪条件でやってるんですよ。あえてこういう明るいところが来たり暗いところが来たりっていう交互に来るような悪条件でやってるんですけども、安定してますね12 Pro は。室内だと多分 SE2 のインカメの方が綺麗なんですけども、暗いとこだったら12 Pro の方がインカメ綺麗ですね。変わってますよね。というのも、今までずっと YouTube のメインカメラを11 Pro で使ってたんですよ。やっぱり夜の動画とかになると、すごいザラ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 みたいな。あと、インカメもそうですけども、ザラザラザラみたいな、なっちゃうんですよ。だからもうこの映像を見て、これを今後 YouTube のメインカメラにしようかなと思います。ではですね、この12 Pro、どういった方が買いなのかっていうことなんですけども、ちょっと残念ながら、私12シリーズ買ってなくて、次のその12 mini の方を来月買おうかなと思ってるんで、比較対象がちょっと曖昧ではあるんですけども、まずカメラにすごいこだわりたいっていう方、暗いところでも綺麗に映像、写真を撮りたいよっていう方は、まず、いいのかなっていう点。あとは本体のそのデザインが大幅にリニューアルしてるんで、デザインで選ぶっていうのもまあなくはないのかなと思いますけども、結構大きな買い物なので、そこは慎重に一回店舗で見た方がいいかなって思いました。あとは充電方式が私にとってはすごい大きいなと思ったんで、個人的にはマグセーフ使いたいっていう方ですかね。それ以外はまあもう本当に天井行ってしまってると思うんですよ。他のモデルも、他のスマホシリーズとかも、これ以上進化するとこあるのっていうぐらい、めちゃめちゃいいスマホ多いじゃないですか。だから、特化したこういう、まあ、カメラとか、例えばこういう充電とかさっき言ったと思うんですけども、デザインもいいね、みたいな。まあ、そういった特化した部分で欲しいなっていう方だったらもう全然買ってもいいかなって思いました。まあ、個人的にはすごい iPhone5 時代みたいな平らなデザインがすごい好きなんで、私はもうワクワクしたんで、まあ、それも買う決め手になりました。
でこれが昨日アップルストア丸の内店で買ったんですよ。なんか東京駅の方で。これシリコンケースですね。マグセーフ対応って書いてます。ちょっとこれをつけていきましょう。色がカープラスグリーン、なんかグリーンとゴールドのコントラスト合うんじゃないのかなと思って。チラ見せですよ。チラリズムって言うでしょ、言うでしょ。あ、すげえすげえ、こんな感じだ。お、ケースなのにすごい厳重に、めっちゃいい色。やっぱ私緑好きだ。あ、すげえ、マグセーフ。これはだからあれですよね、ペタって後ろからこうつけることによって磁石で充電がこういくみたいな。え、めっちゃいい。しかも中がなんかマイクロファイバーみたいな感じですごい綺麗になってます。じゃあこれつけていきましょうか。装着、簡単につくわ。え、すごい、なんか鳴った。え、なにこれ、今鳴ったよね。マグセーフですよみたいな感じか。めっちゃ簡単にはまった。お、力全然いらない。じゃあちょっと早速背面とのこのマッチ具合を見てみましょう。いきます、ほい。うお、めっちゃいい。あ、めっちゃおしゃれ。このチラリズムいいですよね。ゴールドがこう見えてんの、うわーかっこいい。あ、持ちやすい。あ、めっちゃ持ちやすい。え、これおしゃれ。しかもちゃんとここへこんでるんでカメラ傷つかないですね、置いたとしても。アップルの刻印もされてます。ということで今回は iPhone 12 Pro の開封レビューをさせていただきました。まだ開けてばっかだから私も全然触れてないんで結構薄っぺらいレビューになっちゃったと思うんですけども、また後日ですね、しばらく使った感想とかも出していければなと思います。あとは個人的にですけども、本命が12ミニなんですよ。12ミニなんで、それも来月発売日にゲットしてレビュー動画出せれたらなと思います。あの小型のサイズって高性能だから本当ロマンがあって絶対手に入れたいんで、それも良ければ見てください。少しでも楽しいって思ってくださった方はグッドボタン、チャンネル登録、評価お願いします。 Twitter、Instagram、LINE 公式アカウントもやってますので、そちらも画面の下からフォローをお願いします。また次の動画でお会いしましょう。大切に使っていきます。